11月の20日月曜日です。今日から11月の28日まで、8日間ですね、タイのチェンマイとラオスのルアンパバーンというところに、ちょっと旅行に行ってきます。はい。で、今から東京駅に向かってバスに乗って成田空港に行くという感じですね。今日まず香港で、乗り継ぎをして一泊して、で明日香港から、チェンマイに行くという便ですね。いろいろ調べたんですけど、それが経路が一番安かったので今回それにしました。いろいろ映像とかね、撮れたらなと思います。よし、じゃあとりあえず東京駅の方に向かっていこうと思います。出発よっ。あ、それで今日は、それで今回はバッグ2個で、このカメラバッグ、インケースのカメラバッグにドローンとか服とか、カメラとかいろいろ入れて、入りきらなかったからちょっとサブバッグ的なパタゴニアのこのトートで、この2つで行こうと思います。バス乗り場にやってきました。で、今回は僕一人旅です。ちなみに第二ターミナルでお間違いないですか？そうですね。じゃあ立ち並びお願いします。成田空港到着しました。香港エクスプレスで行くのでチェックインしよう。 F、 香港からチェンマイまでの搭乗口になります。はい、成田の方はゲート搭乗口が70の J になりますので、はい、4時25分までにこちらのゲートまでお越しください。チェンマイの方はゲートの番号まだ決まっていないのでチェックインする必要はないんですけど、ゲートまでこれを持ってていただいて、お待たせいたしました。やっぱり今からその香港とかタイとかラオスに行くわけなんだけど、日本は今冬本当に寒くなってきてて、その長袖とかジャンボアを着てきたわけだけど、これがもう1週間完全に無駄っていうか邪魔になるわけで、それがねネックだよな、この南に行くっていうか暖かいところに行く旅行の。70っていうターミナルに来てるんですが、隅っこの方でとても寒いです。暖房が届いてない感じですね。ありがとうございます。お預かりしております。ご案内いたします。当機は間もなく香港国際空港に着陸いたします。着陸に備えシートベルトをしっかりと締めください。香港国際空港に到着しました。10時半、予定より1時間ぐらい以上遅れて着きましたけど、すごい人がにぎわってます。前回来た時は電車で町まで行きましたけど、バスで行こうかな今回は。バスを降りてきて市内の中心の方に来ました。今からホテルにチェックインしに行きます。2回目の香港、あったかくていい。こんなもう12時近いけど人がめちゃめちゃいっぱい出歩いてる。
観光客だらけですね、いつ来ても。これはホテルっぽいね、今日の。どうやって入るんだろうね。ホテルにあるビルに到着したんですけど、ものすごい雑居ビルです。香港って感じ。着きました、ハンホンホテル、香港のホテルに到着しました。とりあえず香港で、今日一泊してですね、明日の夕方の便で香港からチェンマイに向かうという形ですね。そんなわけで、この1週間の旅始まったわけですけれども、明日からチェンマイ、そしてルアンパバーンと、楽しめたらなと思います。そんな感じで1日目終了です。また明日。